ドクター、これより君の護衛を担当させてもらう。ロドスの動向については、ずっと不審に感じているところがある。もちろん今でもだ。なぜこちらをじっと見ている？仕事はどうしたんだ？ふん。ロンメンの街中、至るところに足を運んだ。港、街中の看板や坂道、心に刻まれたこの街の風景を私はいつまでも忘れることはないだろう。最近は周辺地域の情勢が急変してる。こちらは常に警戒態勢を敷いているが、くれぐれも油断しないでくれ。いつかはあの人に認めてもらえるかもしれない。その時まではアーミアは君のことをとても信頼しているようだな。君たち二人を見てると私にもそんな人がいればなどとつい考えてしまう。私はこれまで誰にも背中を預けたことはない。あの人にさえ。ドクター、眠っているのか？緊張感のないやつだ。ロンメン、近衛局特別特撮隊隊長のチェンだ。訳あってしばらくここに滞在させてもらう。以前の共闘でお互いのことはよく分かっているはずだ。今すぐ現場に連れて行ってもらおうか。全てはより周到な任務遂行のために。昇進？私にとっては特に珍しいことではないな。了解。普通のオペレーターの手に負えない任務は全て私に任せてくれ。モーマン隊、総員、互いに連携を取り効率よく動いてくれ。総員、戦闘準備。準備はいいか？では作戦通りに。こちらチェン、いつでも行ける。行くぞ。すぐに片付ける。ザン、戦、武器を下ろせ。なめるなよ。悪事は決して許さない。どんな手を使ってでも阻止してみせる。私と対峙しようというその自信はどこから湧いて出たのだ？負傷者は待機して医療隊の救援を待て。その他のオペレーターは周囲の警戒を怠るな。焦らず順次撤退するんだ。決して隊列を崩すな。ここがロドスの内部施設か。意外と広いな。おい、何をする？ドクター、機嫌がいいのは最近作戦が順調なおかげか？奇遇だな。私もだ。アークナイツ。おう、ドクターか。